はい、ありがとうございます。先ほどまでは清水さんがなぜ国際協力に興味を持ったのかみたいなところの触りをお話しいただきました。で、ここでは大学生の時多分もっといろんなことされてたって聞いてるんで、そこの部分のお話もしてもらおうかなって思ってます。まあ、先ほどの流れを簡単に説明すると、大学入って語学留学でカナダのど田舎行きました。で、その後シンガポールで行かずに人にすごい社会体験をさせてもらったって感じなんですよね。はい、その次どういう感じになっていったんですか？シンガポールで多様な人たちと触れ合うことができて、今度は自分で何かをしてみたいと思いまして、うん、でいろいろ探していたところ、インドネシアで日本語教師のアシスタントとして現地で活動する日本語パートナーズっていうプログラムがあるんですけど、そちらに参加してインドネシアに半年間行ってました。うんうんうん、そうなんですね。そのプログラムもう少し聞いてみたいなと思ってるんですけど、日本語教師で日本語を途上国で教える、アジアで教えるみたいなイメージなんですかね？はい、日本語パートナーズアジア、インドネシア以外にもベトナムとかシンガポールとか、はいはいはい、カンボジアとかがありまして、で一番日本語学習者が多いのがインドネシアなんですけど、はいはい、そこでインドネシアに派遣をされて、現地の大学だったり高校であったり、現地の日本語のクラスに入って現地のインドネシア人の先生と一緒に授業をするっていうプログラムです。そうなんですね。実際それって無給ですか？有給でした。え、そうなんですね。海外も行けて、海外で仕事もできて、かつ有給なんですね。そうです。めちゃくちゃいいですね、それ。それどれぐらいの期間行けるんですか？1年とか。私たちは半年間のプログラムでした。なるほど。それって応募とかって面接とかもあって落とされたりもするんですか？ありましたね。そうなんですか。はい、応募書類出して、はい、その後書類選考が通ったら面接がありました。そうなんですね。インドネシアって今まで行かれたことはないんですよね？なかったですね。どういうことをインドネシアでされてるんですか？現地の私立の学校だったんですけど、700人生徒がいて、うん、そんないるんですね。しかも日本語を全員学ぶという、で日本語の先生インドネシア人3人いらっしゃったんですけど、ローテーションで時間割に沿ってクラスを回っていくっていう感じなのであ、そうなんだ。全生徒回るのに3週間かかりました。やば小学生とか高校でした。あ、高校なんですね。じゃあ 1,2,3 年、はい、で24クラスありました。24クラスじゃあそこを1コマずつ1クラス回っていく感じなんですね。はい。もともと日本語を教えたりした経験あったんですか？全くありませんあ、でもそれでもいけるんですね。日本人であればいけます。うんうんうん。実際どういうことを教えるんですか、日本語って？先生から依頼されて、それで授業を一緒に考えていく感じなんですけど、はい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 、私が今回派遣された高校が初めて日本語パートナーズが派遣された学校だったんですね。なのですごく歓迎をされて、うん、ただ教科書に沿って発音したりとかするのかなと思ったら、うん、結構丸投げで、じゃあ清水先生今日授業お願いしますみたいな。でさすがにちょっと困って、生徒も日本語への関心度合いも本当に様々だったので、できるだけ興味を持ってもらえるようにと思って、楽しいゲームでじゃんけんとか、うんうん、お正月の時は福笑いとかを書いてもらったりとか、日本の高校生の生活とか、うん、制服とか自分の時の写真を使って発表したりして、はいはいはい、なるほど、はい、じゃあ日本語だけを教えるんじゃなくて、日本の文化とか遊びみたいなところも一緒に教えていったって感じなんですか？はい、そうでした。なるほど。インドネシアの日本語を教える方法ってどんな感じなんですか？授業の時は教科書があって、うん、それで文章を覚えたりとか、一緒に会話の練習をしたりとか、発音の練習をしたりとか、はいはい、っていう感じでした。あ、そうなんですね。初めて日本語を海外の人たちに教えるっていうところだと思うんですけど、ちょっと聞いてみたいなと思ってるのが、一番辛かったこととかってありますか？大変だったこととか。カウンターパートの現地のインドネシア人の方とのコミュニケーションが、うん、信頼関係を作るっていうところが一から始めたので、日本語の先生とは言っても、うん、そこまで流暢に、まあね、日本語を喋るわけではなかったので、うん、先生を立てつつ、なるほどね、正しい日本語を教えるっていうところは結構難しかったですね。ちなみに先生と清水さんがコミュニケーションするときは日本語ですか、英語ですか？日本語とインドネシア語でしてました。インドネシア語喋れるんでしたっけ？いえどうやって学んだんですか？派遣前に1ヶ月合宿のようなものがあって、マジ、はい、そこで午前中3時間みっちりインドネシア語を勉強してから行きました。なので現地の言葉も学べて、派遣先では職員室とかインドネシア人しかいないような環境で自分もそこに座ってっていう感じなので、本当にめっちゃいいですね。インドネシア語は行ってる間はよく使ってましたまあ確かにね、こっち来たらねそもそも使わない可能性もあるんでね。 あ、そうなんですね。あと海外でお金
をもらって働くっていう経験ってこれが初めてに近いのかなと思ってるんですね。自分がやって嬉しかったことっていうところをちょっと聞いてみたいなと思ってて、なんかありますか？交流が楽しかったですね。いろんな生徒がいたので、できるだけおとなしい生徒とかもちゃんと日本語を学んでもらえるように工夫してしっかり宿題とかやってきたら日本から持ってきた可愛いステッカーをプレゼントするみたいな、すごい喜んでくれて、はい、あ、そうなんですね。あとは日本語クラブがあったんで、そこで一緒におにぎり作ったりとかたこ焼きを作ったりとかして、すごくみんな楽しそうにしていて、そのうちの一人が卒業後に日本の大学に入学をして、で日本でお会いしたんですよ。すごいですね、はい、教え子みたいなもんだ。そうなんですね。実際じゃあインドネシアでお会いした人が日本で会って、清水さんどう思いました？感動しましたね。本当に 2,3 年前だったので、でも日本語もすごく上手になってて、コンビニでアルバイトしてるって言ってたんですけど、いろんなことを一生懸命覚えてると思って本当にもう先生の気持ちになっちゃいます。あ、そうなんですね。なるほど。自分がインドネシアで日本語を教えるのも多分初めてだし、海外でお金をもらって働くっていうところも初めてだと思うんですけど、一番学んだことってあります？ゼロから何かを作っていくっていうことが初めてだったんですけど、前任者がいなかったので授業の進め方であったりとか全部ある意味信頼していただいて、それで考えて提案したことをじゃあ一緒にやるっていうことで、こう一緒に作り上げていくっていうところが半年間通して学べたことかなと思います。なるほど。大学でなかなか学ぶことはそんなないかもしれないですよね。なるほど、ありがとうございます。もう一点聞いてみたいんですけど、日本語パートナーズを利用してインドネシア行くじゃないですか、はい、インドネシア行った時はアパート暮らしになるんですか？そうですね、現地の宿舎のようなところに、私とあともう一人同じ地域に派遣されていた方と隣の部屋に住んでました。そうなんですね。なるほど。じゃあ実際それを得てどういう進路選択をしたのかっていうところも気になってて、はい、清水さんはいろんな海外での経験されてらっしゃったじゃないですか、大学時代に。でそこから選択するときって大学院の道もあるし、就職であれば国際協力系の JICA みたいなところの団体なのか、もしくは NGO か、それとも民間企業なのか、その他の団体なのかみたいなところあると思うんですけど、それってどういう選択されたんですか？インドネシアで教育っていうところが面白いなと思って、それでこれからも人の成長に携わりたいってすごくおこがましいですけど思って、人材育成とかに携わる仕事に就きたいなと思って就職活動をしました。そうなんですね。就職活動はどこの部分をアプローチされたんですか？世界でつながるような職種と教育とかっていうところで探していました。そうなんですね。じゃあ実際民間企業か NGO かみたいな、それ以外みたいなところで応募していった？そうですね、本当幅広く全然絞らずに見てました。じゃあもう実際それで応募して面接とかも受けてるわけじゃないですか、はい、結構受かりました？全然受かんなかったですね。そうなんですね、はい、じゃあ実際今働いているところがそこで決まったところ？はい、そうです。それってどんなところで働いてるんですか？今働いているところは一般財団法人なんですけど、主に外国人の人材育成をすることで、人材育成において日本と諸外国との互恵関係であったり発展に寄与するっていうことをしていて、具体的には日本語教育であったりとか、あと国内にいる外国人の多文化共生事業、あとは国際交流の短期間でのプログラムの実施であったりとか、私が今担当しているのが2年とか2年半で日本に来る留学生のサポートっていうところをしています。なるほど、ありがとうございます。この続き今どういうことをやってるかってところは次の動画で深掘りしたいなと思ってるんですけど、じゃあそういう選択をして海外にいろいろ経験して、自分は教育っていうところに興味があるっていう風になったから、海外かける教育みたいな形で志望をしていって、今就職しているのが一般財団法人で働かれてるって感じなんですね。はい、なるほど、そうです。ありがとうございます。じゃあ次の動画ではちょっと詳細をお伺いしたいなって思ってます。はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。